続いてなんですけど、はい、ヒデのことについてちょっとお話ししたいんですけど、まあ、ナズーはもうパーソナルでもヒデをこうサポートずっとこうしてきてて、どうですか彼は。まあ妥協しない。妥協しない。ただトレーニングの、こうエクササイズのフォームが傍目から見てかっこ悪いとやらない。そう、いやそれなんかブサイクなトレーニング姿とかやりたくないとかって言うけど基本的にはそのなんかこうかどっかの筋肉を太くしたいとかそういうんじゃなくて、例えばヘディングしてジャンプして競って着地した一歩目を速くしたいとかね、まあ、そういうところだからプレー中の多分彼にとって困ってることをこっちにぶつけてきて、それをトレーニングにしたらどうなるのっていうようなことが多々多かった。その課題感がすごい彼の中にはあって、その課題のためにピッチ外のトレーニングをやってるっていうとこはすごかったね。だから自主トレ行った時に正直もう適当な練習一回作ったら、こんな練習するためにお前呼んだんじゃねえよって怒られたからね一回ね。いやさ、タイにね、はい、ちょうど昔テイクアクションあいつが、まあ、ヒデの引退試合みたいな感じなのかな、うんね、世界選抜来て、はい、モーリーニョ監督でスーパースターたち来たじゃない。その時にさ俺ナズーにさ、から電話かかってきて、よしか、ヒデがさ、パートナー探してると練習の、うん、それでナズーが呼んでくれて、それで俺が行ったんだよね、うんうん、で日本でも何回もね、うん、埼玉でよくやってたけどさ、うんうん、だけどそしたら今度タイに行くって言ったじゃない、うん、それでナズーが先に行ってて、うん、ヒデと一緒にで俺後から行ったじゃない、うん、あれもやばかったねタイでの自主トレ。やばかったよあのトレーニング本当に。いや俺も作っててちょっとやりすぎかなと思ったけど、いやまだ足んないぐらいのこと言うから、うん、基本午前中あの炎天下33、4度の中で、うん、マジで3月か4月でしょ行ったもんね。そうそう、だから結構気温差も日本のある中で、うん、で大体2時間、うん、もうピッチ上でフィジカルやって、やるそれで3時か4時ぐらいから、うん、あのホテルの中のジムで、ね、そういろいろやって、で結局夜も遅かったしね。夜も遅いしさよくやるなって感じで、すごいよね。っていうかさあいつさ、そういう一つのことをこう成し遂げるためのこの準備すごいよね、うん、すごいね。タイ行った時さあいつさスタジアム貸し切ってたじゃん。貸し切ってたね。で俺ら数人しかいないじゃん、ナズーとヒデと俺と、うん、あとタイの友達とか、うん、4、5人じゃん。4、5人スタジアム借りて、借りてね、警察のパトカーの先導もついたね。すごいよね、どんな人なんだろうなって思っちゃったもんね途中ね。本当やばかったよ ね、あのホテルもやばかったしさ。ホテルも素晴らしかったね、全部ヒデが出してくれてね。いやすごかった。あの食事のメニューまで作らせてたじゃん。そうだね、ホテルで、ホテルのね1階の和食のレストランね、うん、あいつほんとタフだよね。すごいよね、気使ってんの、練習疲れて気使ってね。で俺もでも途中でもこれダメだ疲れてきたなと思って、でメニューちょっと適当に出したら怒られちゃって、それからもう毎日 3,4 時間しか寝ないんでメニュー作るようになっちゃって、もう、うん、どうしたら飽きないかって思ってたわけだから。もうまあでもヒデもね、日本にいることがまあコロナの影響でまあ多いけど、ゾノと結構ね会ってなんかゴルフやったりいろいろなんかしてるみたい。いやゴルフも上手になってきたんでしょ。らしいらしいらしい。すごいよね。そう相当飛ばすらしいからね。あマジで。うん、なんかねゾノとねこの前も会った時になんか言ってた、2人でよく行くんだって言って。でもなんかねヒデはゴルフをどのぐらい飛ばすのって言われるのが嫌みたいで。あそうなの。ゴルフはいかに回数少なく打つかじゃないって、遠けどドラゴンだけやっときゃいいんだよっていうのはなんかヒデこの間言ってた。言ってた言ってたそれ、うん、うん、言ってた、うん、それを去年と吉川でしがヒデと一緒に行った時。あそうだよね、うん、またやらないといけないけど、ね、なるほど。
じゃあ、ここからなんですけど、ナズ、うん、ずっとさ、もう本当、うん、昔から日本のサッカーこうやって世界大会出て、まあ、そこからベスト16進んで、もう今もなおこうトップのところで見てるけど、まあ、こう世界で活躍していく選手、はい、要は成長していく選手って言ったらいいかなと、そうじゃない選手の違いって何？やっぱりプロになってるなっていく選手の中で、うん、変わらないのはやっぱりこう、ね、ボールのコントロールのところとかは、まあ、多少触ったとしても、うん、もうプロに行く人たちってみんなすごいじゃない、うんうん、でやっぱり、チームにとって自分が何ができて何ができないかっていうところ、うん、自分がどうしたいかっていうのは もちろんみんなあると思うんだけど、うん、チームから見て自分が何ができないかっていうのをすごく考えて、うん、それをチームのトレーニングの中でも個人のトレーニングの中でもそれをいつでもこう改善したりもうちょっと磨きをかけるようなところにとことんこだわる選手は大体こう海外でプレーできるようなそんな選手になってるかなっていう気はする。例えば誰？例えば今の若い子だったら南野とかは もう15、6歳の時からメディカルルーム来てもう質問攻めで、もう何つって聞いてくるの？いや、まあ、例えば、まあ、例えば俺が知ってる選手で、ね、例えばヒデさんって何食べてるんですかとか、どういうトレーニングしてたんですかとか、そういうことをやたらこう聞いてくるというかね。まあ、他にもいるけど今スパッと出てこないけど、でもまあ同世代というか吉川たちの世代の時も、吉川そうじゃん、ね、吉川のもう寝てる時も練習してんじゃないかって言われて、もう練習の虫だから本当すごいよね、本当にやばかったもん本当。食事もちゃんと徹底してたしね、あれはプロだなって思ったね。めちゃ徹底してたもん、うん、本当さ、鶏の皮1枚ぐらいこだわるじゃない？そうだね。ね、俺ね、忘れもしないよね、アトランタオリンピックは、うん、もう負けて、うん、まあ、みんなで飯食って、うん、ワイワイしてる時に、うん、俺部屋で確か柳田先生なんかと酒飲んでたら吉勝来て、うん、ポテトチップスだったの、うん、さ、いや食べていいかな、どうしようかなとか言って、今日ぐらいいいんじゃないとパッと食べたら、いやー4年ぶりだみたいな。いやこいつ本当頑張ってんだなと思って、すごいなと思って、うん、だってあいつのさ練習のやりっぷり本当すごいもんね。すごい。 あとね、練習じゃあんま話しかけれない。あ、かけれないね、うん、そう本当に全然別人格になるし、なっちゃう ね試合になるとね、うん、練習とかいかのあれでオリンピックのワトランタの最終予選の時に、うん、準決あれ決勝だっけ負けたのね、うん、決勝負けて、うん、吉勝ブチ切れてて、うん、吉勝がこうシャワー行こうと思ったその進行方向に俺がいたの、うん、時計バーンって突き飛ばされてそれだ、なんだこいつとかと思って、それでシャワー浴びたら、お、謎を疲れて、シャワー浴びた瞬間変わってるからこいつ俺のこと突き飛ばされたの覚えてないんだなっていう、そういう感じじゃあ次ね、ナズーの中で、はい、たくさんさ事故、はい、トルシエも西野さんも岡田さんも、うん、いろんな監督さんとやってきたじゃない、はいはい、その辺どうですか？いやもう本当それぞれだなと思って、うん、やっぱり、トルシエの後から、まあ、ジーコをやって、あと正栗さんもやったし、うん、でそれから育成の方に行っていろんな監督とやったんだけど、やっぱり監督はやっぱチームのね、やっぱり大将で責任者だから、うん、最初なんか自分たちのメディカルのスタイルっていうのをすごい前面に押し出してたんだけど、うんうん、医学的なことは曲げないけども、うん、やっぱある程度監督コーチの要望を聞いて、うん、それでこうちゃんとやれるようにしなきゃいけないなっていうふうに変わってきたから、だからそこはあんまりこうどうこうっていうのはあんまりないかなっていう感じ、うんうん、それぞれね、監督さんによってやり方違うと思うし、うん、国籍もそうだし、全くミーティングとかしない監督もいたし、うん、名前出せないけど、うん、あと、怪我人か出てるのに、うん、練習の出発の30分前にどうって来て、こいつできないって言ったら、なんだできないやつねえだろみたいな言われちゃったりとか、そういうこともあったけど、大概は前日の夜までに、うん、夜寝る前までに、うん、
ょっとこいつとこいつちょっと明日の練習できそうもないっていうのをドクターの方からこう言ってもらうんだけど、そういうコミュニケーションがなかなか取れない人がたまにいるので、それはちょっと困っちゃったかなっていう。でそれをどうこううまくあのそういうふうに仕向けるかっていうのもこちらでちょっとやっていくっていうのがテクニックなのね。まあテクニックっていうかね、うまくこう持っていかなきゃいけないっていう。ちょっとだけ夜話させてもらっていいですかみたいな。ああ、そういう感じ。やっぱりさ、トレーナーから見て、あの今、まあ日本のがワールドカップベスト16の壁、男子ね、破れないじゃない。何が必要とかっていう。本当に今ベスト16を超えたいと、こう思ってる時間が短いのかなって気がするのね。例えば、ワールドカップのメンバー最終のメンバー発表されてからは、みんなその気持ちになるだろうけど、その中の中には何人かはまあずっと常連で行きたいと思ってるけど、そうじゃない人もいっぱいいるじゃない。だからそこに乗り切れなくて、でやっぱりあとこう入ってればいいっていう選手いないとは思うんだけど、それにちょっと近くなってくるとやっぱりチームの中で温度差出てきちゃうから、ちょっと練習中のなんかこう圧も変わってきちゃうから、まあそういうところとかあるのかなっていう、これも完全に憶測でなんだけど、その意識の差っていうのがなんかもうちょっとこう高いところで、だからもうみんながもう絶対ベスト8に行くんだとか、ベスト4に行くんだとか、なんかそういうのが全体にないと難しいかなっていう感じ。特にワールドカップ出るのが当たり前ぐらいになってきちゃって、でやっぱりあのドーハの悲劇の時なんかはからまずあの時の世代の人たちはまずサッカー見に来てくださいってみんなが言って、もうスタジアムに足を運んでくださいって言ってね、それだん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 いっぱいになってきて、じゃあワールドカップ行くんだって、行けなかったけどその次行ってこう盛り上がってきて、みんながそういう気持ちになってたと思うんだけど、なんか最近そういうみんながこうガッてこうなるのがちょっと薄れてる気がするね。いやー、ナズーと話してると本当にねもうキリがないんですけどいっぱいこういろんなめちゃくちゃ他にもいっぱいいっぱいお話できることはあるんですよ。でも今日は、はい、この辺で、はい、あの終わらせていただきますけど、はい、ナズ何かありますか最後。あのもうちょっといいコンディションになった時はちゃんとカメラの方向いて喋るから今日はこれで終わらせてよ本当さすがです。はい、はい、じゃあすみません、並木さんありがとうございました。はい、今日はまたよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。